この辺一帯が冠水してしまっています。昨日線状降水帯が2度にわたり発生した愛知県東部では、記録的な大雨により道路や駐車場が冠水、多くの車が水没する被害が出ました。もうここら辺ぐらいで、もう腰の下ぐらいまでは、はい、高校なんですけど、なくなっちゃったんですけど、今探してる最中で。また豊川市金沢町では、農業用ハウスが半分水に浸かるほど冠水し、一夜明けて水は引きましたが、こんだけ水についちゃってると、その乾かそうとしてる間に腐っていくと、全滅ですね。ジャガイモ農家では、収穫を予定していたジャガイモおよそ2トンのほとんどが商品にならなくなっていました。また豊橋市では昨夜、農地に水没した軽自動車から男性が発見され、その後死亡が確認されました。死亡した男性は豊橋市の会社員朝倉康次さんで、死因は溺死とみられています。このほか今回の大雨で豊橋市で2人、三重県伊勢市で1人が軽い怪我をしたということです。一方、岐阜県瑞浪市で川沿いの道路が崩落し、水道管が壊れた現場周辺では、市は今日、断水していた鎌戸町などのおよそ300世帯へ給水車を派遣しました。全くひねっても一滴も出ないという状況です。一番願うことは早い復旧です。断水は午後1時過ぎに解消したということですが、崩落した道路では復旧作業が続けられています。一方、東海道新幹線は名古屋駅から東京駅の間で始発から運転を見合わせたため、朝から駅は混雑しました。初めて車内ホテルって言うんですか、切り替えて高速バスを取ったんで、運転は正午頃から再開しましたが、名古屋駅は多くの人で混み合いました。